飛車先太い矢倉は、将棋の矢倉戦法での相い矢倉戦において、主に先手番が用いる戦術。矢倉戦、居飛車戦でありながら飛車先を伸ばさない、二六歩から二五歩と進めずその手を保留して、他の駒を高一に進めながら、理想の布陣にして、攻撃陣形体制を整えていく。1980年代初頭から普及し始めて以降、 それまでのヤグラ戦における駒組において飛車先をついて、刺し進める指方を二2 4手組布団の刺し方を新24手組として区別がなされることになる。ヤグラ囲いヤグラ囲いの組み方を参照。その後2010年代後半からコンピューターソフトウェア等を用いた、将棋研究の普及による後哲いの戦術、特に急戦矢倉ヤグラの勃興。 角道オープンに角型の矢倉崩しなどで対応が難を極めてから2020年代から早くに角道を止めさせるために先手矢倉は早くに2個歩と伸ばして相手に打診する差し方に変化つまりは9組に戻っているそれまでの矢倉から逆説的に今日の9000櫓や矢倉早囲いなどが出現以降普及することになっていく勝又清和らによると 太陽が東から昇ることと同じくらい、将棋には当然とされているセオリーがあるが、拒離車で飛車を敵陣に向かって働かせる二六歩は最たるものである。ところが、矢倉戦において、この常識を覆す新構想が生まれた。それが飛車先太い矢倉である。飛車先を保留して、他の駒を高位置に配し、主導権を握ろうという発想は、今では当たり前になったが、 これは、当時にあってはまさに、コペルニクス的展開となった。羽生ヨシは、日先はつくものだという常識を信じていたら、この先方は生まれなかった横山康明は、初めて刺した人は、大変柔軟な考えをしていると思った。神谷博史は、誰か元祖か知らんか、最初に刺した人はかなり勇気が必要だったはずとし、森下卓によると、昭和60年代前半からこの作戦が、 確立してから、将棋の序盤作戦が厳しくなったとし、現代将棋とそれ以前の分水例としている。飛車先布団の矢倉は、昭和20年代の後半にもあったが、この頃のとは、根本的に考え方が違って、まず矢倉に囲ってから飛車先を突き出すという、消極的な手法であったし、 勝率も特に高くはなかったが、ことに1982年春から夏にかけて行われた第40期名人戦の加藤ひ文、VS 中原誠戦で用いられて、にわかに脚光を浴びた。鈴目差し、飛車先太っ方を参照。ヤ倉ラ新24手組の原型となった戦術で、この組順にに六歩の一手を先にしたのが、従来のヤ倉二24手組である。言ってみれば、 たったそれだけの違いで、7手目に26歩とつかず、48銀や56歩とするのが組み上げる、際のポイントであるが、あとは別段どうということはないのである。先手が16歩とついた時に、5手には、2通りの王手、14歩か他の差し手があり、後者の場合は15歩と突き越すことになる。こうして、この2つの型があることがわかる。116歩14歩型第一図。 2、1、6歩、1、5歩型第二図実戦例は、豊富であるが、右銀が4、8や3、7に居座る際には、1よりはむしろ、2の方になるのが、圧倒的に多かった。プロの間では1、6歩、1、4歩型は、右銀が4、6から5、7に行かない限りはほとんど、刺されなくなっていったと言っても、過言ではない。2、6歩とついた、普通の矢倉でも1、6歩、2、1、4歩と、すぐ受けることは少なく、 これも一時の流行とみられるが、一四歩と早くに受けると一方的主制に立たされる場合が多いためであり、それを嫌う傾向にあるとみられる。他に二五桂の時は六五歩なら同歩同桂、六六銀六四銀の後、すぐに一四歩同歩一三歩がある。狙いは上記の順と同じである。実践例として、第三図は先方の発信源の一人とされている田中虎彦が挙げる。 黎明期の改心曲。田中虎彦対石田和夫戦で、図から同歩同行同行一五歩一三歩、一四歩同歩五五歩同歩三五歩同歩、同銀と進み、主導権を握った先手の攻めが炸裂している。鈴目差しの後は、三五歩同歩同角と三筋の歩を交換する形に進んで、その後三六銀から三七桂の理想型を作れるので、非戦歩と、 を生かしている。これでは先手が会長ということで、後手はその後六四角と出て、先手の攻めを牽制するようになる。鈴メ刺し方は、青野照一が七段時代に打ち出した新しい先方で、青の竜とも呼ばれていた。青野によると、青の竜を刺す以前には、野本虎次が二六歩をつかない矢倉を刺していた。このため、野本は最初にこの矢倉を刺していたと言っていたというが、 の本のワニ録に角を移動させるシデ角のような活用で利用していた。青野流は、飛車先を突く一手を保留して、その一手をより有効に活用しようという戦法であり、まさしく現代、ヤグラ戦法の先端を行く画期的な構想である。どういうメリットから、北戦太いヤグラが誕生したのかについて、青野は飛車先を突かない方が手が広い、という思想であったというが、これに関しては、 先見の明らかあった大山康春でさえこれは一時期の流行で、そのうちにすぐつくようになりますよと言っていたくらいであったという。また、前述の第40期名人戦第4局の現地大盤解説を務めた米長国雄も良いとは思えない。いずれは廃れるであろうと発言している。勝又によると後回しにできる手は後回しにし、 他の駒をこう位置付けるという、この思想は、後の藤井システムなどの新戦法にも通じる、キーワードであり、実は、この非戦太とイヤグが、発信源で、これが当時画期的とされた。前日の第40期名人戦での戦型について、両友は、名人戦前に、王将戦リーグで、対戦済みであり、試みた中原は、当時、青の竜をヒントにしたと述べていた。 将棋界で特に名人戦は最高の日の木舞台であるが同時に過去に新戦法の実験の場ともなってきた。この時の勝負ではヤグラ六銀戦法の他に非戦布といヤグラが一方の主役を務めた。七番勝負が持ち将棋千日手を挟んで実質十番に及び勝負のついた七番は全て先手勝ちという現象を生んだ。 第2局から第6局千日手差し直しつぼねまでの6局がすべて非戦太いやぐとなった。しかも加藤が3勝、中原が2勝で、この結果で即優秀な戦法であると決めつけるわけにはいかないが、戦法自体は5勝無敗千日手という結果である。それでも今なお結論が出ない戦法である。非戦太いやぐら37銀型は米長国夫によると、 中原誠ら、高柳敏夫一門の研究手であるというが、公式戦で初めて試みたのは、中原の弟弟子である、田中寅彦が知られる。当時帰省の定石にメスを入れる、その姿勢は高く評価されていた。そして、中原も、奨励会時代に練習将棋で何度か試みたことがあり、四段になってからも一度公式戦で二六歩を保留し、 先に三六歩とついた経験がある。参考図は昭和42年1月第10期規制戦予選で中原にとっては兄弟子、芹沢白文との初手合いであった。この時は3七銀から4六銀として3八飛から3五歩で3八飛車型の急戦やグラにするのが狙いであった。この将棋でも二六歩の一手を省略しようという発想は同じであるが、 非戦太とヤグラはそれを持久戦に生かそうという、新しい試みであった。第一図を見ると、先手の狙い、非戦太とヤグラの狙いは二六銀の一手に明らかで、あるが、端攻めで、単純にこの部分だけについて言えば、二手得となっている。それを攻めに生かす腹積もりであるが、九が二五まで伸びていた方がいいことはいいが、二五歩から二六銀。 後手三三銀と七三角の形も部分的には後継であり、それを割引くとに六銀の歩み越し銀は一手から一手半ぐらいの得となっている。先手三七桂と跳ねて先手の攻めの体勢は完全に整ったが、後手の角筋が通っているので、まだ攻めは無理。一方後手四三金右に四六歩と自らの角道を止めたのはそんなようだが、 いつでも四五歩と突き出せるので手を封じたことにはならない。後手は九四歩と突き一六歩に六四歩と角道を止める手が詰まってきた感じがあるが、これは後手八四角から七三 k 六五歩の狙いであり、後手は対四六銀先歩でもおなじみの夫人となっている。先手はここで五五歩から入るのが用意周到な攻めとなる。後手は同歩の一手。他に、 有効な手がないので素直に応じるより、仕方がないが、これによって、後手の角筋が二重に止まったこととなる。そこで四五歩同歩一五歩と仕掛ける。同歩には同銀が最善。同行と行くのは一三歩と受けられて、一旦攻めが途絶える。同銀の方が厳しいのである。後手は同行と取り、同行と取り返す。ここで後手には、一一三歩、二一五同銀の二通りの王手がある。 一の一三歩には一二歩と垂らす。同玉なら一七甲と打ち、二二銀には二五桂と跳ねる。これはいかにも手順が良く、同銀なら一三甲正同桂同甲正で、文句なく、先手優勢となる。したがって後手は一に同玉とは取らず六五歩と突く、ぐらいだが、この時、前もって五五歩と突き捨てた効果が現れてくる。先手は一一歩制同玉と取らせて一七甲と、 うち、一五銀同行一二五二二五桂と跳ねる。二二銀と受ければ三五歩と突く。平手の将棋なので断然有利といかないが、先手の指しやすい形成後勢。構成が依然として続いているところに、有利さが認められる。二の一五同銀には、先手は同飛の一手。以下一三歩には三五歩と突く。一四五二五飛に四銀と飛車を取りに来れば、強く三四歩と取り込み。 二五銀には同型で、先手が良くなる。次に三三銀の狙い。三四金なら三三歩で十分。今の手順中に四銀で三六銀と来ても飛車を逃げける意思はない。一五歩二五銀同型一五歩三四歩で、似たり、寄ったりである。五手の指し方はまた他にもあるが、ここでは、先手の狙い筋に的を絞ると図で、五手が二二玉と来たら二五銀と立つ。これが、 非戦闘と矢倉の秘められた狙い。非戦闘と矢倉には常に橋攻めがある。しかし基本は橋を攻めると見せて、局面の主導権を握るのが大きな狙いでもある。騎士同士の一戦では、互いの手を殺し合い、狙いを封じ合うので、二五銀が実現した寄付は、おそらくないと思うが、アマチュアの間では知らなければ潰される。二五銀と立たれた後では、すでに銀を撃退する方法はない。 仮に四五歩とつけば、先手は三七桂と跳ね、四四金に一四歩と仕掛ける。同歩同銀同行同行となれば文句なく、先手優勢。橋が受からないのは、一目瞭然。従って後手は銀を取らずに三五歩とすることになるが、それでも同歩と取り、三六歩に二五かつら2四銀一二歩同行、一三歩で、先手が良い。ともかく二五銀と出させてはいけないのである。 五手は一旦に四銀と上がり、桂を待って二二玉と入るのが正しい手順。そこで二五銀とぶつけるのは、今度は平凡に同銀と取られ、同桂に四銀に六歩四五歩と突かれてた、いしたことがない。二五銀では二五桂と跳ねるのが攻めの調子で、四五歩なら四六歩同歩同角と一歩を持って、手を渡す。この後四五歩六八角九にコートでも上がれば、すかさず一四歩と仕掛け、 同歩に一三歩と垂らす。同行なら同桂なり同義に一六交打で、先手が常に攻めている順に持ち込める。その後後手の対策として、二つの手法が現れる。一つは角を三一のままで端に効かせながら囲う、土井櫓、変形土井櫓や櫓早囲い、中住まいで戦うという指し方である。もう一つは、端から一方的に攻められるため、早くに、 中央への戦いに持っていく、四一と玉型で回戦するなどの矢倉を試行し、九戦倉が盛況となる。矢倉中飛車、5三銀右マイナス6四本型、5三銀右マイナス6四銀型戦手3五歩からの、不交換に4五歩から4に四銀五五歩以下度の三銀型から5五,五歩同歩同角用同振飛車などの、局面が現れた。2000年代以降の後手の櫓戦の試行は、 この戦術が出たことで生じたのであった。飛車先太い矢倉はとにかく持久戦に持ち込むと効力を発揮するが、飛車先がついていないことで奇襲戦に対して対応が遅れを取るので、結局に六歩とつくことになる。こうした後手の手段が増えて、以降は先手も橋攻めも視野に入れつつ、右銀を中央寄りに展開しようとする思考で早くに動く、後手矢倉を 3七銀マイナス2六銀に3八飛3七桂2五桂や3七銀マイナス4六銀や4八銀マイナス3七桂型からスズメ差しではなく3八飛とよって右銀を5七から4六や4六歩から4七銀と展開する動きで牽制縮縮するようになっていき森下システムが出る流れとなっていくありがとうございます